はい、山下です。今回は創造的破壊デュオやってきたんでね、実況していきたいと思います。まずは物資漁ってたんですけど、ここでねボットを見てる間に味方さんがやられてしまいます。でこの時ね助け行くか迷ったんですけど、まあ武器も青ポンプとかねそれぐらいしかないですし、あのやっぱデュオなんで焦ってねとずって2人にねボコボコにされるのがね怖かったんで、とりあえず一旦ここはボットを倒すことを優先しました。まあ、あの最初なんでね、一応ビーコンをね味方さんの、ね、ビーコンを拾えば、ね、また復活させることできるんで、まあ、ここはね焦らず、ね、行くことにしました。まあ、ここはね賛否両論あるかもしれませんね。さっさと味方助け行った方がいいっていう意見もあると思いますし、でも僕はそんなねめちゃくちゃうまい方でもないので、とにかく物資をね漁ることを優先させていただきました。ここは、はい、結局敵さんがねとどめを刺さなかったので、ここで助けに行きます。ここの明日できますはちょっと意味が分からなかったですね。あの僕が明日できますかって聞いたわけでもないのに、急にあのコメントで明日できますって言われたんで、ちょっとこの時は困惑してしまいました。あの僕はあの助けることに必死だったんでね、はい、ちょっと無視してすみませんでした。でその後はなんやかんや敵を倒して行きます。この時ね本当 AWP がね結構当てれてるんですけど、ほら当たってるんですけどね、ヘッショできてないんですよね。本当にここでヘッショしてればね終わるのになーっていうところがね何回もありました。本当この試合は、ね、ここもしっかりと AWP を当てていくんですが、ほら100ダメ与えてるんでね、あのシールド値なければ一応相手や倒せてるんですけどね、やっぱそれでも必勝できてないのがここは痛かったですね。でここしっかり上取ってショットガン当てるんですが足りてないと、でここも壁に詰まるっていうね、はい倒す、はい倒す、はいそして倒していく。はい、場所は変わりまして白ですね。でここでね味方さん撃たれてるのでしっかり援護していきます。ここねちょっと前に見てください。はい、ここ味方さん撃たれてるんで、ここねこう気持ちよかった、マジ気持ちいい。はい、しっかりと AWP で倒してここをしっかりヘッショ決めていく、気持ちいい。本当にねこれだよこれ。AWP はねこういうのがね気持ちいい、だからやめられないんだよね。でこの後です。この後があのねこの動画のねちょっと問題の部分ですね。これ遠くからまた敵が来るんですけど、ミカさんダメージ受けていたので突っ込まないかなと思って僕は後方支援に徹したんですよね。ミカさん戻ってくるなら僕がこの後前に出ようと思ったんですけど、まさかのミカさんがここで前に出てってしまう、そしてやられてしまうので慌てて超能少女を撃つんですが、ここですね。ふざけるな。なんとここでね味方さんが抜けてしまうんですよね。本当にこの時はねガチギレガチギレブチギレ、本当に怒ってた私は。まあのビーコンをゲットすれば味方様は助けれるじゃないですか。もちろんやられてしまってね物資まで1巻になっちゃうんですけど、それでも助けれるじゃないですか。味方さんが、ね、これ抜ける意味はないでしょうと思って本当にこの時は切れましたね。なんかもちろん残りのさ残り5人とか4人3人とか少ない時だったらね、もう自分復活できないからって分かるけど、まあ、残り12人もあって範囲もそこそこあって助けれる余裕があったのに、抜けてしまわれたので本当にこの時はショックだったんですけど、まあ、もしかしたら、ね、さっきの時敵がねこっち来てた時にスラスターでね無理やりでも助けに近くに行ってね援護した方が良かったのかもしれないし、もしかしたらそれにねこの私があのちゃんとね味方の近くに行って援護しなかったことで、そのむしろ相手が味方さんがね切れてしまったのかもしれないと思って、一応ねちゃんと後で聞いたんですよ。どうしてあの抜けてしまったんですかって聞いたんですよ。一応スクリーンショット載せておこうかな。あのちなみにこの上のいいよってやつはあの YouTube に動画上げてもいいですか、さっきの試合上げてもいいですかっていうやつに対しての返事ですね。もちろんちゃんとね許可取りました。で、あのどうしてっていう質問に対しては返事はありませんでした。思いっきり無視されました。でもこれ違うんですね、答えは沈黙なんですよ。あの相手が無視したんじゃなくて沈黙、それが正しい答えなんです。いやまさかここでねハンターハンターを引用してくることによって私のねこのね気持ちを和ませてくるとは思いませんでした。いや本当にねただタメ口聞いてきてね勝手に抜けるようなやつだとしたら本当許せないんですけど、ここであえて黙るハンターハンターのクラピカを引用することによってねこれ場を和ませていく、いやー本当にね素晴らしいと思います。はいハンターハンターをね
引用するって本当に素晴らしいと思います。いやまさかと思いましたね本当に、うん、まあ、本当にただただ返事をしなくて無視したね、あの黙っていただけであれば許せないですけどね。まあそれは絶対ないと思います。きっとハンターハンターですよ、クラピカですよ。きっとクラピカが好きだったんですよ。それを分かってほしかったんでしょうね。私はそう思うことにしました。はい、まあ結局この試合はね、あの終始ブチ切れてはいたんですけどね、なんで抜けてしまったんだってね。うん、いや本当助ける気満々だし、あの AWP もね決めてたんで結構気分良かったんですけど、抜けてしまったことでね、この時は非常に気分が悪くなってしまいました。で、この後結局最後はですね、やる気なくしてあのスラスター使うことも忘れて、飛び降り自殺じゃないですけど、ね、落下死して終わります。はい、今回僕はね、あのハンターハンターのねネタ、あのハンターハンタークラピカのねこのセリフ知ってたんで、まあ相手のね意図を勝手に汲み取った、勝手に想像したで大丈夫だったんですけどね。ね、普通にね抜けられたらね、その抜けられて残った人の方はあまりねいい気分ではない、不快に感じる方も多いと思うので、そういう時は後々理由とか説明した方がいいと思いますよ本当に。まあいろいろ理由はあると思います。なんかなんだろう、アプリが落ちる、まあ、充電が切れる、あとはなんだろう、宅配便が来たとか、お母さんに呼ばれる、あとはなんだご飯に呼ばれるとか、まあ、そういういろいろ理由はあると思います。まあでもね、一応ハンターハンター知らない人にはね、沈黙ね答えないという意味はわからないと思うので、あのできればねちゃんと理由は伝えるべきだと僕は思います。というわけでご視聴ありがとうございました。最近はフォートナイトのね生放送とかもしてるんで、まあ、暇な方とかはねよろしければ見に来てくださると嬉しいです。バイバイ。